はい、今私は九十九里の佐田海岸かなに来ております。今日は XMAX をね買って1年が経ったので、最初の頃にね、気づかなかったことも含めていい点悪い点、またちょっと話してみたいなと思います。これがまあ私の愛車ですね。見た目に変わってるのはこのよいしょビームスのマフラー、そして、地味に、インナーフェンダー、これはおすすめですね。あんまり雨の日走らないんですけども、それでも泥跳ねがかなりひどいので、これがあるだけで全然違いますね。そして、ユニバーサルステイがついてて、くらいですね。で、まず XMAX の悪い点というと、ちょっとこれではわからないんですけど、ハイビームがすごい暗いんですよ。実は XMAX は、ローがこの2灯で、真ん中ここに1灯ハイライトがついてるんですよね。ハイライトっていうかハイビームで、ハイビームはここが光るだけなんですよ。そうするとどういうことが起こるかっていうと、ロービームの広いこうところに真ん中にちょっとだけ三角形にハイビームの部分が伸びるという、ほとんど役に立たないハイビームなんですね。でこれはまあ廃校の問題なんでどうしようもないんですけど、これはどうにかしてほしいなと思います。そして、パーキングブレーキがないんですね。ですのでちょっと隠れてますけど、このブレーキレバー、パーキング機能付きのブレーキレバーをつけてますですね。それから、頻繁にやるのがこのキーレスですね。こうやって1回押してこうオープンにすると、シートが開くんですけども、このノーマルの時はこのシートがなかなか開かないことが多々ありました。で今はこのようにバネつけてます。これでだいぶマシになりましたね。でこの状態で荷物出し入れして、この状態でバイク離れて、こうやって呼ばれるということが多々あります。1年経っても未だにやってます。あとシート高が高いっていうのを言われますけど、それはね確かに足つき性は悪いですけど、人それぞれかなというところですね。それに対していいところなんですけれども、外からは分からないですけど、フロントの剛性感が非常に高いっていうところですね。そして燃費がいい。だいたい夏場だとリッター40ぐらい走ります、ツーリングに出れば。そして意外とこのシート下が使いやすいんですよね。40リッターって容量はねそんなに多くないんですけど、
全部こう開くので非常に使い勝手がいいです。あとパワフルですね。 250cc のスクーターとしては非常にパワフルです。あと好みはあるかと思いますけど、僕はこのデザイン大好きです。そんなところですかね。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。